全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日はふもとっぱらオートキャンプ場に来ていまして、今日が日曜日ですね、日曜日。ですので、ちょっと人は少ないんですけれども、ただ皆さんまだまだ楽しまれている様子が見受けられます。で、つい先ほどまで結構雨が降っていたんですよね。でかなり雨が降っていたんですけれども、ちょうど僕が到着をして取材を始める頃に晴れてきたんで、ちょっと今いろいろと回って気になるグループの方がいらっしゃったんで、ちょっと行ってみようと思います。すいません、こんにちは。あ、どうも、タナチャンネルのタナと申します。あ、大丈夫ですかすいません大丈夫ですか、これ今完全に映ってますけど大丈夫ですかすいません、突然お邪魔して申し訳ないです。ちょっと僕そちら入らせていただいてもよろしいですか。はい、すいません、じゃあ前失礼いたします。はい、マヨネーズ今ちょうどお昼時でご飯を作られていたという感じですか。これからお昼のご飯を。はい。おお、ちなみに何を作られてるんですか今。これはミートソース。ミートソース。はい。ああ、いいですね。あ、で卵もありますね。卵はおでん用。おでんで、夜のおでんで。あ、今日これから夜にかけておでん。ちなみに今日はどういったグループで皆さん来られてるんですか。会社ですね。会社。おお、皆さん不倫関係。だいぶやばい不倫関係ですね、そうなると割合的にはだいぶまずい感じがするんですけど。なるほど、会社で皆様同じ会社で、じゃあ結構このふもとっぱらにはよくいらっしゃるんですか。会社でいうと2代目。そう、メンバーが違ったりしますけど。あ、そうなんですね。じゃあ会社の中でキャンプが結構こう、うん、話題になってるというか、いろんな人がいて、いろんな人が来たり。ちなみに今日このキャンプサイト、このテントとかはあ、そうなんですね。あ、じゃあその会社のメンバーでもかなりキャンプをやられてる。いや、キャンプをやられてる人から、はい、強制的に買わされてる。あ、そうなんですか。おすすめして。おすすめして、ちなみにこのテントは何というテントなんですか。なんていうテント。コールマンのタフワイドドーム。タフワイドドーム。おお、まあ、いわゆるここが、まあ、本来であれば寝室になって、まあ、ここがまあ前室でちょっと広めの前室と。4名ぐらいですか。 4名用とかそれぐらいですか。5人用なのか。5人用ぐらい、うん、あ、じゃあまあ 4,5 人でまあちょうどいいぐらいの、まあ、割と広いですもんね、うん、で雨が今日とか結構降ってたんじゃないですか。降ってました、うん、全然もう特に濡れたりせずですもんね、基本的には。ちなみにこのテントは今使ってどれぐらいになるんですか。結構長いですか。2年ぐらい。おお、どうですか使い心地は。これはどうですか。今日初めて建てました。あ、そうなんですね。今日初めて建てました。あ、じゃあ貸したみたいな感じなんですか。売ったん売ったんですね。お下がり。あ、ちなみにじゃあこのテントの次何を買われたんですか。かまぼこテント。 DOD さんの、はい、おお、もう家族用に。あ、なるほど。じゃあ基本的にはファミリーキャンプっぽいんですか。自分はそうですね。うん、あ、でもあとソロ。あ、ソロもやられるんですね。あ、いいですね、こういうグループで皆さん来られると。そうですね。ちなみになんかこのテントのなんか特徴とか、ここがすごくいいところみたいなあったりするんですか。やっぱ広い。広い、まあ確かに。これこの左側にも跳ね上げ式のこうタープついてるんですけど、こっちにもあるんですか。なるほど。じゃあ前と両サイドに跳ね上げでタープができて、しかもここの蚊帳の部分が全部開けられるんですよね。そうそう。ああ、そうすると結構広いですね。インナー今つけてないけど、本当やっぱ結構人が入れます。あ、なるほど。あ、インナーというと、ここに本来インナーがついて、あ、だって、はい、部屋ができてる寝室ですよね、うん、今日雨降ってたからもうつけない。あ、そうなんですね。ちなみに今日来られたんですか。今日来ました。今日来られて、なるほど。じゃあ今設営終わって、まあ、寝るときは後でつけるって感じなんですか。つけない、コットで寝ちゃう。あ、コットで、うん、今みんなコットで、皆様はコットでこの中で寝ると。あ、じゃあ1,2,3,4 で、でもあの方だけソロテントこれから。ああ、そうなんだ。立てようか。あ、また別で。ちなみに何のテント使われてるんですか。あ、テントバークさんの煙幕です。あ、そうなんですね。おー、ほうほうほう、なるほど。あ、じゃあまあ今まだ来られて、まずはまあ腹ごしらえとちょっと酒を入れようということなんですね。あー、なるほど。この、ま、もうちょっと目の前にあるこれ、これ何でしたっけ。岩谷さんのタフ丸くんです。タフ丸くん、ああ、かの有名な。そうですね。どうですか、こう使い勝手は。いや、持ち主あっちに。あ、そうなんですね。あ、今日は基本的に彼の持ち物です。あ、そうなんですね。
はい、で皆さんまあちょっと参加型みたいな感じなんですね今日は。言われたままに買ってくれる。どうですかこのタフ丸は。でも風すごいいいですよ、あの塞いでくれるし、うんうんうん、で火力も強いですし、おすすめです、ね。これで今からおでん作るんですよね。これは今からスパゲティ。あ、なるほど、あ、そかそかそか。あ、あれですね。おでんは夕方なんで。なるほど。で、そちらのこのバーナーは、これはプリムスさんのですかね。オンじゃ。これはこう言ってんです。こう言ってんの。あ、もちろん。そうなんですか。これかっこいいですね。もうスタイリッシュで素敵です。そうですね。しかもこう筒2つあるから、かなり使い勝手も良さそうで。はい。見た目が可愛いからこれにしました。あ、そうなんですね。やっぱりこうキャンプ道具を選ぶときは見た目、はい、そうですね。まあそうですよね、見た目重要ですもんね。で、この下のこのテーブルが3つ、これ3つ連結してるんですか。2つを連結。あ、これ2つなんですね。これがなんか連結できるテーブル真ん中に2つあって、天板だけを今真ん中に乗せてるわけですね。これはなんか特別何かこうキャンプメーカーとかそういうものなんですか。これどこの、わかんないですけど安いから買える。なるほど。まあ、アマゾンでよく出てくる系の、なんか何て読むかわからないようなところ。この横のこういったポールとかも最初からついてるんですか。最初からついてる。あと、そこにあるいわゆるこう、なんですか、こうフックとかもランタンハンガーもついてると、うん、ああ、なるほど。ほう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 、ありがとうございます。で、ちょっと今あの夏なので、あのこのクーラーボックスとかこの辺ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、このクーラーボックスは どちらの、はい、あ、すごいですね、これごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ、持ち寄りでですね。なるほど。これは、コールマンのクーラーボックス。そうですね。どうですか、これ。これね、軽くて使いやすいです。はい、まあ、普段ソロなんで、はい、このくらいがまあ、一番ベストなの。ソロでいつも使われてるのを今日は持ってきたと。ちょっとこれ開けてみてもいいですか。失礼します。あ、おでんですね。そうですね。おでんです。海鮮です。あ、割とそのここそう薄いんですこれは。じゃあ中にまあ比較的物入りそうですね。ソロだとも十分です。なるほど。でこのクーラーボックスに、ボトル水を入れるものがあって、はい、この後ろこれ何ですか。これはポータブル電源でジャグリンの1500ワットです。あ、よく見ますね。1500ワットで結構でかいですね。でかいですね。これ4人ぐらいであれば1個あればもう全然余裕って感じですか。一泊だったら例えば真夏で扇風機つけても、はいはい、多分 10% もあの減らないです。あ、そうなんですね。こうポータブル電源はやっぱりこうあの扇風機とかそういったものに使うことが多いんですか。扇風機にも使うし、あと冬だったらやっぱしスマホもそうだし、うんうんうん、やっぱいろんなもの、あの電気毛布、電気毛布を使っても朝まで持つ。全然 OK です。このくらいだったら1500ワットだったら全然、うんうん、なるほど。あ、そうなんですね。で、この下のテーブルがこれ DOD さん。はい。こちらはど、はい、あ、そうなんですね。これ焚き火テーブルみたいなそういう話ですか。あの、テキーラってやつですね。あ、テキーラ。もちろん下で焚いて、はい。あの、上にスキレットとか乗せても大丈夫。あ、もうここに、まあ、直火で当てたとしても、まあ、問題ないというものなんですね。組み立ても簡単で、うん、あの、すごく重宝してます。あ、この板分かれるやつですよね。そうです。引っ込み板。で、あと、あのホームセンターでワンバイ材って言って、はい、同じ椅子ぐらいのサイズの板を買っても全然問題ない、うん、あ、同じように差し込んで、はい、レッグだけ買って、はい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 、あのコットはあれはどっちなんですか。今日はちなみにこう皆さん別々のコットをお持ちということなんですよね、うん、このコットはこれは、あ、そうなんですか。これは何というメーカーなんですか。これどこだ。このキャンパーズコレクションとかですかね。そう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 。これいくらぐらいですか。これ安いです。1万円とか。そんなしないです。5000円ぐらい。あ、そうなんですね。しかもこうなんかリクライニングもできて。今サマーベッド的な。ああ、いいですね。お、あ、でちょっと見つけちゃったんですけど、このクーラーボックスかっこいいですね。これこちら誰なんですか、うん。これどこのメーカーでしたっけ。これはあれです。アイスランドクーラー。アイスランドクーラー。これちょっと上の段ボールずらしていいですか。失礼します。おお、これ。活かしますね、はい、色味も。これ高いですか。これ高い。3万4万くらい。なんかイエティさんみたいな感じのあれですよね。なるほど。これだとまあ 2人ぐらいだったらまあ全然いいぐらいですか。まあでもほとんどソロで使う大きさですかね。はい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 。今日ちょっと人数多かった
たくさん持ってくるんです。ああ、この横のクーラーも。そうです。あ、そうなんですか。これはどこですか。これコールマン。あ、コールマン。ああ、ね、ははは。あ、まあよくある定番のやつですね。これ栓抜きもついている。かなりいっぱい持ってますね、キャンプ道具。持ってます。で、部屋でキャンプ道具1個は埋まっちゃいますか。あ、そうなんですね。キャンプ歴何年ぐらいなんですか。いや、でももう歴で言うと30年。あ、そうなんですね。20年ぐらい。あ、じゃあもうファミリーキャンプからソロキャンプまでされていると。なるほど。で、キャンプを周りに広めているっていう感じなんですね。まあ広めてるってか染めてるって感じ。あ、染めてるんですね。じゃあ染められた側なんですね。なるほど。ちなみに、あの、今まで行かれたキャンプ場でなんか一番良かったとことかあったりします。ここおすすめだよみたいな。ここ？ここか。やっぱふもとっぱらは。ほったらかし？あ、ほったらかし温泉の、あの、すぐ横にあるキャンプ場ですよね。やっぱいいですか？いいですね。僕あのパインウッドは行ったことあるんですよ。ああ。ゆるキャンだな。あ、そうです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 。最高、最高。最高なんですか。あ、最高のもありますよね。なるほど。自由キャンプ場もいいよね。あ、じゃあ、まあ、指に入る。あ、自由キャンプ場をほったらかし、ふもとっぱら。お、なるほど。かなり2ですね。やっぱり。同士の森。同士の森。いっぱい出てきちゃう。同士の森とかね。そうですね。ここは結構別格に行こう、良くないですか。別格。ここいいっす。うん、それはこう、ふもとの良さは何ですか、ふもとっぱらの。なんていうのかな、一つ一つの距離感、サイトの大きさ。大きさ。あ、まあ、こんなに広いキャンプ場、多分全国どこ探してもないですもんね。はい、あ、なるほど。じゃあ、広いと、まあ、景色がいいということですね。なるほど。富士山最高じゃないですか。あ、まあ、今日楽しみですね、この後。あ、もう少しですね。うん、あと少しって感じですね。うん、でもやっぱ冬とはもう、全然違います、ね、絵が違うんで、はい、あ、これはこれでいいですね。なるほど。ありがとうございます。どうもこんにちは、タナチャンネルのタナと申します。家族で集まって、このエプロンは どっちなのですか。これ天幕ですね。かっこいいですね。巻きだけでやるのはちょっと嫌で。この下のテーブルかっこいいですね。これどこのですか。これ何作られてるんですか。今バターチキンカレー。バターチキンカレーこのタープなんですけれども、はい、いつかのタープ。いつかのタープ、はい、このコットはこれはどこですか。これフィールド。フィールド、はい。割と頑丈そうですね。頑丈なんですけど、はい、暑いですね。一気に暑くなってきました。一組目の皆さんもすごく楽しそうで、幸先のいいキャンプ取材ができそうな気がします今日は。